元神チャンネル。男の悩みを解決する元神チャンネル、ナビゲーターの萩原です。ドクターの元神です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元神先生、早漏のご相談が非常に多くなっていることお気づきですか？そうですよね、はいはい、一番人気かもしれないですね、はい、YouTube をやり始めてからすごく増えているので、うんうんうん、元神チャンネルもですね、早漏企画が特に多くの方に見られているのが再生回数で分かるんですけれども、はいはい、まあ、皆さんの興味の高さというのがよく分かります、はい、言い換えれば早漏で悩む方がとても多いのかもしれません。今回もですね、早漏と、まあ、治療について元神先生に伺っていきたいんですけれども、はいはい、特にですね、皆さんからのご相談が多いのが気道の感覚、あとは気道の裏側の筋である、まあ、小体、はい、特に裏筋ってやつですけれども、はいはい、これについてちょっと伺っていきたいと思います、はいはい、で先生には何度か早漏についてご説明いただきましたが、早漏って別に国際的に何分以上持つ持たないみたいな定義があるわけではないんですね。ないですね、はいはい、そもそもどういう状態が早漏でしょうか？性行為してもすぐに射精してしまう状態ですけども、まあ、前もこのチャンネルでお話ししましたけど、はい、やっぱ射精をコントロールできないこと自体がやっぱ早漏ですよね、はいはい、時間的な問題じゃなくて、盛り上がった時に我慢できずにこう出しちゃうとか、はい、時間的には決して短くはなかったけど、最後コントロールできなかったっていう点で早漏と言えるんじゃないでしょうかね。なるほど、ね、厳しく言うと厳しく言うとやたら僕顔見られてますけれどもまあ私もあの元早漏選手として言いたいんですけれども、早漏は本当に、まあ、今先生言った通りセックスへの意欲をそぐぐらいですね、深い悩みになるんですね。で女性側のもう終わりですかみたいな雰囲気を見てると、もうプライドと自信がズタズタになるんですよね。それまでいいデートして、いいとこご飯行って、夜景見て、さてっていう時にあこんななのみたいのは本当につらい、もうセックスいいやみたいな、こう装飾化する感じもなくはなかったですから。若い時は2回戦行けるからいいじゃないですか。いやあダメだったなと、もう本当ダメダメでした。女優の並木優さんも早漏に不満を持つ女性を放っておくと浮気されちゃうぞっていう風に警鐘を鳴らしていましたけれども、うん、まあ、その映像をちょっと見ていただきたい。どうぞ。早漏はどうなんですかね。ゴム2枚つけたりするのどうなんですか。もうちょっと頑張ってみたいな、はい、私もなんかそういう風にぶりっこして頑張らせようとしてたかも。時間の問題で浮気されるかもしれないんで、手術する勇気を持ってやっちゃいましょう。はい、こういう感じでですねおっしゃってて、女性にとってもやっぱり満足できないっていうのはストレスになるわけですね。で感じやすい部分は気道の輪郭、仮首と呼ばれる部分と、包茎、はいはい、の方だと抜いた時にこのピンクのゾーンになる皮の内側の粘膜と裏筋、はいはいはい、これはやっぱり感じやすい部分としては間違いないです。まあそうですね、はい、そもそもこの裏側の筋の役割って先生何ですか？役割ですか？もう単に鎖？役割別にないですね。ないですないんですよ。すいません、そんな答えでいいんですか？大事なものがすごい詰まってるとかそういうことではない。あ、ないですね。ペラの皮膚ですね。あ、裏筋を形に沿って切除して縫い合わすっていう、はい、小体切除っていう方法がありますよね、はいはいはい、私も25年前にそれ受けてます。包茎手術と一緒に受けてますが、最近もまあ人気の治療ですけれども、うんうん、目的は何ですか？感度が強すぎるところをまあ落としてあげるっていうか、刺激が強すぎるのでなくなることで早漏の治療にはなりますけどね。なるほど、はい、大事な神経が流れてて、その小体を切ったりするとペニスの感覚がなくなるって思ってる方もいらっしゃるんですか？それはないです。ないんですね。全くないです。ないんです。大丈夫です。なるほど、はい、切って縫った部分っていうのは目立ちますか？全く目立ちます。ああ、そうですね、私も実際目立たないですから、うん、おすすめではあるんですけれども、はいはい、人の裏側が感じやすくて射精が我慢できない方っていうのは小体切除だけでも見込めますか？難しいところですけどね、うん、そこだけじゃないですからね、刺激を受けやすい、まあ、気道もそうですし、はい、裏側全体も界面体全体も気持ちいいところですから、うん、難しいところではありますよね。なるほど、はい、ただ有効な手段ではあるっていうことですね、はい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 、小体の切除時間的に大体どれぐらいの治療時間ですか？小体切除自体は本当にもう5分ぐらいで終わる手術ですかね、はい、短時間で行えるっていう部分は受けたい、うん、どうしようと思ってる人にとってハードルは低くなりますね、はいはい、早漏は他にどういう方法で治すことができますか？包茎があれば、まあ、包茎の治療もそうですし、はい、気道強化、はい、気道に注射剤入れることで刺激に強くすることができますね、はい、治すことはできるってことですよね。治せます、はい、なるほど。一人で悩んでる方も多いと思いますので、ちょっと先生一言お願いします。
悩みがね、まあ、悩んでらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけど、まあ、いろんな方法がありますから、手術だけではなくて注射とかもできますし、一度ご相談いただければあなたに合った方法を考えたいと思います、はい、悩むだけ時間の無駄っていう並木優さんの名言通りですよね。わかりました。今回は早漏でお悩みの方に対してどういう治療方法が良いか、本上先生に解説してもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。